ワンステップ。情報だけあったらじゃあ決められるのかっていうとなかなか難しい。いい加減な情報がいろいろありますけれども、そういうのを判断するときのチェックポイントなんですね。だから本当に自分で決めるって大変なんですよ。情報さえ提供すれば価値観に合った意思決定ができると思ったら大間違い。皆様、開始のお時間になりました。これより生きる味方を見つける現地開催とオンライン配信のハイブリッドセミナー、肺がん正しい情報のその後はを開始いたします。この市民公開講座は NPO 法人肺がん患者の会ワンステップとアムジェン株式会社の共催でお送りいたします。今日はですね、生きる味方を見つけるセミナーというふうになってますけども、この生きる味方の、生きる味方、この味方には2つの意味があります。敵味方の味方ですね。あともう一つが物の味方の味方です。この2つを、見つけよう。そうですね、敵味方の味方、物の味方、この2つを見つけようという、そういった、テーマのセミナーです。そして具体で言うと、今回は肺がん正しい情報のその後はというタイトルになっています。よく正しい情報って必要だっていうふうに言われますよね。皆さん必ず言われると思います。でもその後に決めるって行為があるじゃないですか。でそこまでをきちんと説明してもらうことってなかなかないな。決めるって、いざ決めるってなると僕たちなんか足が進んでなんかちょっと止まったりするじゃないですか。なんかそこの部分を今日は中心に添えて、みんなで考えてみよう、そんな風に思っているところです。それでは最初のご講演に早速移りたいと思います。価値もないの生みの親、治療を決めるのは誰、どうやって決めるの。聖路加国際大学大学院看護学研究科中山和弘先生にご登壇いただきます。中山先生、よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。盛大なる拍手をどうもありがとうございます。嬉しいです。聖路加国際大学の中山です。よろしくお願いします。それでは早速始めたいと思います。治療を決めるのは誰、どうやって決めるのというタイトルでお話しします。開示すべき COI 関係はありません。で、私の研究テーマっていうのがヘルスリテラシーという言葉なんですけれども、それは何かと言いますと、健康のリテラシー、リテラシーってもともと読み書きっていう意味なんですけれども、それを健康に応用したもので、読み書きだけではダメで、先ほどの話のように情報だけあったらじゃあ決められるのかっていうとなかなか難しい。情報に基づいて意思決定する力というのがヘルスリテラシーで、私は日本語では健康を決める力というふうに呼んでいます。これですね。で、中身をもうちょっと詳しく言うと、情報源がありますよね。例えば主治医の方からもらう情報、それからネットだったりテレビだったりいろんなところから情報が入ってきます。で、それを適切に入手して理解して、それはどういう意味なんだろうかと、これは人に聞いたりですね、専門家に説明してもらったりしながら理解して、ここまでは、なんとかできたとして、その後評価っていうのはですね、それが本当に自分に当てはまるのかと、自分、例えばこういう治療がいいらしいけどっていうのが出ていても、それって自分に当てはまるかどうか、
とかですね、そういう意味で自分にとっては本当に信頼できる話なのかとか、そういう評価ですね。そして最終的には意思決定して、まあ、自分が望む健康になるかどうか。でこの時の意思決定ってどういう意味かと言いますとですね、これ実は結構学術的な言葉としても使われる言葉で、2つ以上の選択肢から1つを選ぶっていうことですね。例えば治療法がいくつもあるとか検査方法がいくつもあるときに、そこから1つを選ぶことを意思決定というふうに言います。で、まあ、英語で言うとディシジョンメイキングという言葉なんですけれども、まあ、選ぶことですね。でこの力をですね、私の研究ではその測定するっていう作業をしたんですね。これヨーロッパで開発された、その特に病気のことだけじゃなくて予防をするとか、いろいろ健康全般についていろんなこと情報を手に入れて、そして自分でいろいろ判断する、予防接種を受けるとかですね、そういうのも全部そうです。健康的な生活を送れるかどうか、そういうのも全部含めて測定するものがあって、まあ、質問が47個あるんですけど、例えばあなたは医師の言うことを理解するのは簡単ですか難しいですかって言って、簡単ですって言うと得点が高くなるんですよ。まあそういったことで、ヘルスリテラシーを測定するんですが、これ国際比較ができまして、私日本の調査をしたんですが、なんとオランダがトップなんですけれども、アジアでも台湾は結構いい線いってるんですが、下の方に行くとミャンマー、ブルガリア、ベトナムよりも下に日本があって、これ得点50点満点なんですけど、25点しか日本人は取れない。これ20歳から69歳の日本の1000人ぐらいを調べたんですけど、でその後にもうずっと調査をやってますけど、大体これぐらいの点数で他の国より低いんですよ。なんで日本人がこんなことになってるんだということで、よくよく調べてみるとですね、さっき4つの力だって言いましたよね。入手して理解して評価して意思決定で、この4つの力を測ってるんですね、それぞれ、10項目ずつぐらいで。で評価と意思決定の項目に関して日本人は難しいと答えるんですよ。例えば、なんだろうな、生活習慣病になるような飲酒とか喫煙とか食習慣とか、そういうのは良くないっていう、食べ過ぎたら良くないとか、タバコや酒良くないっていうのは理解できますか、それは簡単ですかっていうと、まあほとんどの人は簡単だって答えるんですよ。だけどじゃああなたの生活習慣の中で健康に悪い習慣はどれか判断してくださいっていうと、みんな難しいって答えるんですよ。自分ごとになると、自分何悪いことをしてるんだろうとか、判断しろって言われると、あるいは悪い生活習慣を変えなさいって言われると、簡単ですかって、いや難しいなっていうふうに答えられるんです。ところが他のオランダなんかは簡単だと答える人が多いんですよ。それはなぜなのかですね、意思決定のできる力がなぜ日本人にはないんだろう、なぜ評価する力がないんだろう。で評価する力で大事なものは、今日のタイトルにも価値もないの生みの親というかつけていただいたんですけど、これもともとは田舎持ちって覚えるやつだったんですけど、これ何かっていうと、その健康情報とか特にネットとかで、わけのわからないというか、いい加減な情報がいろいろありますけれども、そういうのを判断するときのチェックポイントなんですね。で、価値もね、頭文字なんですけど、書いたのは誰か、違う情報と比べたか、元ネタは何か、ちゃんと根拠があるのかどうかですね。その人が言ってるだけじゃないの、から何のための情報か、もう金儲けでしょみたいな、からいつの情報か、これ古くないですかっていうようなことですよね。まあ、書いたのは誰かって、ちゃんと本当にちゃんとした専門家なのかどうかですね。違う情報と比べたかっていうのは後でお話しますけれども、やっぱり意思決定に必要な情報って結構範囲がある程度あるんですね。当然2つ以上の選択肢がなきゃいけないので、1つしか選択肢がないと、例えば手術しかないですねって言われたら本当なのっていうふうに他の情報をちゃんと
見るってことですね。で、問題はこの価値もないっていうのを私調査したんですけど、こういったことをちゃんと見ましょうと。健康のことだけに限った話じゃないんですよ。テレビだったらインターネットだり、そういうものでこういうものをチェックしましょうっていうことを習ったことありますかって聞いたら、小中高とか大学とか職場とかそれぞれ 5% ずつぐらいしか教えてもらってないんです。みんなこんなの教えてもらってない。実際私もこんなのどこでも教えてもらってないですよ、はい。で、これがまあ一つあると。で、今日の話はその先、まあ、これは評価の話なので、その先の意思決定の話が中心になるんですけれども、そもそもなんで意思決定が、まあ、日本人は難しいのかっていう中で、一つ意思決定には代表的な2つのスタイルがあるんですね。で、一つ目は直感的な意思決定で、これは私たちが日常的にやってることで、朝ごはん何食べようかとか、そんなのあんまり悩んでもしょうがないので、パッパッと習慣とかで決めてる、勘や感情などを中心に素早く。ただ選択肢が不足して選ぶべきものを選べない可能性があるんですよ、パッと決めるから。例えばテレビ見ててなんか、あ、うちの子供がもう絶対焦げないフライパンとかっていうのにのだから、あれ買ってあれ買ってとか、絶対焦げないよあのフライパンみたいな、そんなわけない、必ず焦げるんだよフライパンって使ってるとみたいな。だから他にフライパンがあるのかとか、だから焦げないフライパンってないんだよみたいなこととか、そういう選択肢パッとそれだけど、あ、いいなって買っちゃう人もいるから、そういう選択してるわけですよね。それに対して合理的な意思決定というのは、やはりきちんと情報を集めて選択肢の長所と短所を比較して何が大事かを考えて選ぶということですね。焦げないって言ってすごい高いフライパンだったりしますよね。で、合理的ってのはどういう意味かっていうと、選ぶ理由が自分の価値観に合ってるっていうことなんです。で、それって実は自分らしさでもあるっていうのは、私がすごい言いたいことなんですね。自分らしく選びましょうよと。自分が一体何を大事にしてるか考えて選びましょうよと。で、特にその直感的な意思決定が問題がある一つの例なんですけど、直感的な意思決定っていうのはそのいろいろバイアスがかかるんですね。バイアスっていうのは偏っちゃう、ものの見方が偏るってことですね。今日のタイトルって見方っていう、ものの見方としてはこう偏りがある。例えば太ってる人がですね、現状を肯定したいと思うとですね、いや貫禄がついた、そうそうそう、温かみがある、ぽっちゃりして可愛いとか、こういうことまで、こういう情報まで見つけてくる。あららら、行き過ぎちゃった。私もこれ見つけた時、なるほどねと思いましたけど、非常時のためにエネルギーを蓄えている、この災害が多い時に確かにみたいな、別にそんなの食べとかなくて、体に食べとかなくていいと思うんですけど。で、そして運動などで痩せる努力をするっていう話になると、好きなものを食べられなくなるとか、そんなの生きてる意味ないじゃないかみたいなことで、生活習慣病のリスクとかの情報とかをもう目もくれないわけですよ。だからありますよね、実際これ誰でもあるんですよ、信じたい情報ばっかり探してくる。だけど物事には必ず光と影があるんですよ。光ばっかり見てたり影ばっかり見てるっていうようなことではなくてですね、これ私が毎日新聞のコラムに2018年に書いたんですけど、その新聞社の人がタイトルをつけてくれたんですが、どんなものにも光と影っていうですね。そして、意思決定が難しい理由の背景にはですね、こういうこともあるんですよ。世界価値観調査という、これ世界の、国々の人の比較をした調査なんですけど、幸福感が高い国や地域ほど人生の選択の自由度が高いと答える人が多いんです。で、先ほどヘルスリテラシー、ヨーロッパで1位だったオランダっていうのはいずれも高いんです。幸福感も高いし、人生の選択の自由もあると。オランダでは1970年代から学校は画一教育から個別教育に切り替えています。
建設的に議論して意思決定する習慣を子どもの頃から身につけよう、自分で問題解決ができる子どもにしよう、そういう大人になって育てていこうということをもう古くからやった。それに対して日本の幸福感は先進国では低めです。よくニュースでやってましたね、日本の幸福感低いで、まあ謙虚だっていう人ももちろんいるんですけれども、人生の選択の自由度はですね、この世界価値観調査では88の国地域の中で86番目なんです。残念なこと、これ2014年の調査ぐらいを見ると57カ国中57位です。ずっと最下位の、皆さん日本は自由に選択ができる国だと思いますかということなんですね。それから先ほど言ったように意思決定を実は教えていないということによって、日本人は意思決定に自信がなく、これ国際比較の調査なんですけど、それを回避して衝動的直感的な意思決定になりやすいという比較研究もあります。そしてようやく日本も少し変わってきてはいるんですが、新しい学習指導要領ですね、まあ、小中高校で文部科学省はこういう内容を教えましょうっていう内容の中に、その中に保健体育の保健もどういうことを教えましょうっていうのがあるんですけど、その中では課題を見つけその解決に向けて思考し判断するっていう項目はようやく入ったんですよ、ごく最近です。でこれは保健の科目だけじゃなくて実は全部そうなんですよ。思考力判断力、要するに自分で考えるっていうのを日本人はようやく教えましょうというのは最近始めたんですよ。それじゃあ評価したり意思決定できないのは当然ですよね。で今までの目標は理解するまでだったんです。よく理解しましょうって、よく行政の人とか政治家とかよく言いますよね、理解、ご理解よろしくお願いしますって、あれって理解しろって言う通りにしろっていう意味に近いと思うんですけど、それでじゃあ一体どういうふうにじゃあ決めればいいのか、自分らしく意思決定する方法っていうので、これいろんな研究が国際的にはありまして、やっぱり合理的な意思決定、やっぱり自分が一番納得する、あるいは会社とかビジネスの世界でもこう言われてるんですね。でこの4つが大事だってことなんです。それの頭文字を取ると落ちたかっていうんですけども、オプション、まあ、選択肢を英語で言うと一番よく使われるのはオプションなんですね。で、オプションが揃っているかどうか確認する、これは治療だったら治療の選択肢がちゃんと自分は分かっているかどうかですね。それからそれぞれの選択肢には必ず長所もあれば短所もある、チーと他ですね。で長所と短所を比較して何が重要かというので、価値観の価です。これで納得したことを胸に落ちたとか腹に落ちたって言うじゃないですか。だから納得するためにはこの4つをちゃんと押さえて決めましょうって、で私はそれを覚えられるように落ちたかというのを考えて今一生懸命広めようと、みんな習ってないから多くの人に知ってほしいと思っているわけです。これも実際に先ほどと同じで小学校、中学校、大学、職場でそれぞれ 5% ずつぐらいしか教えてもらってなくて、要するに9割ぐらいの人はこれ教えてもらってないって回答してます。こんな大事なことですね。ワンステップ